面白いこと今いるんですが、最近 AI 関係などで面白いと思っていることは何ですか？なんか昨日ちょうど読んだ論文で、LLM の意識についての論文なんですけど、茂木先生が前にその LLM の登場を受けてプライベートランゲージの話されてたと思うんですけど、プライベートランゲージ絡めた？絡めてました。マジ？どんな風に？その方は前に茂木さんが紹介してくださったネイチャーのロールプレイのを書かれてる方なんですけど、何だって？なんかそのまず基本的にその LLM に意識があるかないかっていう問いをしてる時点で、ある種のその二元論に陥ってるっていうことを話して、どうしたらそのじゃあ二元論に陥らないで議論できるかっていうので、まあ後期ビトゲンシュタインのフィロソフィカルインベスティゲーションを本当になんかその言語ゲームであったりプライベートランゲージからそのということは、プライベートランゲージをだけを取り出しきて言うってじゃなくて、ビットゲンシュタインの言語論全体を参照してるってこと。特にその意識があるっていうことと意識があるように見えるっていうことがどう違うのかっていうところから、その他個に意識があるように見えるっていう、そのゴッドフレイ・スミスのオーストラリアの哲学、他個の心身問題とか書かれてると思うんですけど、なんかっていうこととか、あと胎児とか乳児に意識があるのかないのかっていう、そういう方向で言ってるんだ。意識があるように見えるとはどういうことなのかっていうのを、そういう例を参照して最後にその LLM の意識、よりそのエキゾチックで外来種のように見える、僕たちとは離れてるように見える、なるほど、 LLM の意識はあるように見えるっていうのはどういうことかっていう。それとプライベートランゲージの議論ってどう関連させたの？そこがあんまりそこは詰めてない。詰めてないんです。なるほど、そうか。どうなんだろうね、そこへんってね。それってあのアーカイブですか？アーカイブでした、それは。2024年になって感じで。なるほど、なるほど、はい、少しちょっとそのサイエンスオブコンシャスネスの界隈でも バズってましたね。まあでも今聞いた限りにおいては、なんかそのなんか本質的な確信があるって感じではないよね。そうですね。ただ彼はやっぱりそのロールプレイっていうスタンドポイントに立つ以外においては、LLM の意識っていうのを考える上で、これ以上の哲学的なおよびそのコンセプチュアルな深みっていうのは何もないっていうふうに一応明言しきって。ただロールプレイっていう概念自体がちょっと高次すぎる感じもするんだけどね。そうです。おそらく、だから工学的にっていうか、そのある種の研究開発的なアプローチとしては役に立つと思うんだけど、なんかここの哲学ガチの話としてはロールプレイっていう概念自体がどうなんですかね。その著者ってバックグラウンドはどういう人なんですかね？バックグラウンドはコンピューターサイエンスと、まあ、どっちかというとロボットエンジニアリングに近い。まあそうなんだろうな。だからロボット屋さんってそういう人って時々いるよね。なるほど。今日なんか大学でフィロソフィーと認知科学やりながら、一応 Google ディープマインドのなんかその研究員でもある。なんかおそらくなんか不気味の谷じゃないんだけど、なんだろう、浅さの谷っていうのがあって、ロボットやってるような人たちと、まあ、ペンローズみたいな人で、ペンローズの側はやっぱりそれはそれでそこからどうすることもできないから、操作性があんまりないから、なんかその人も浅さの谷を越えてないような気がするんだけ ど、そうでもないの？なんかそうです。僕はなんかなんだろう、 LLM の意識を考えるときに、なんかやっぱ納得いく論がなかなかなかった中で、ね、まあなんかその見方というか、直接意識があるないというのを見るんじゃなくて、意識があるっていう、おそらくだから意識が直接あるかないかってことを、それは思い切って言っちゃっていいと思うんだよね。だから人間同士だって別になんか、いやそうです、他者の意識って、はい、まあ、分からないわけだから、はい、ただ人間の場合にはアナロジーっていうか、そのアナロジーっていうか、そのミラーシステムなんか持ち出す必要があるかどうか分かんないんだけど、なんていうか創造性のロジックってもうちょっと詰め、あ、だからそれエキゾティックって言ってるのか。そうですね、エキゾティックって言ってると思います。でもそこのロジックをもうちょっとだから、なんで人間だから、逆に言うと問題を変えて、なんで人間同士はお互いに意識の所在を直接確認できないのに意識があると確信してんだろうっていう構造を詰めた方がきっと。なるほど。俺がほらこれだと自己意識の中で意識は一つだって言った時にも同じような問題ってあって、やっぱりじゃあそれだったらタコと俺の意識は同じなのかっていう、まあ、で連続的に変化していった時にどっかで質的な変化が起こるのか起こらないのかとかよくわ
分からないから、そこって一番本質なのかもしれない。だからその意識のエコロジーの中での創造性っていうか、そこに後期ビットゲンシュタインがどう変わってくるのかっていうのは意外と面白い話かもしれないんだけど、どうなんですか。なんか彼はなんか適当的な言葉の使い方をする方だなと思いました。あ、なんかエンジニアというエンカウンターっていう言葉を頻発するんですけど、エンジニアというエンカウンターっていうその出会いをエンジニアにするっていうことで、例えばそのゴッドフレイ・スミスなんかもタコの心身問題の中で、彼はそのスキューバダイビングしてタコと触れ合う中でタコに意識があるってことはもう自分の中で疑えない、確信してるの、確信してるっていうふうに言ってて、だからそのなんだろう、意識があるないっていうのはそのエンカウンターの仕方でそのある対象がパーパスとかを持ってるように見えたっていうことを持って意識が見えるっていうふうに思うっていうことで、なんかそのエンジニアというエンカウンターに意識があるように見えるってことのなんだろう、うん、元というか起源があるみたいなことを彼は言って、なるほどな。まあ、古来からあるある種の議論のバリエーションっていう感じもしないわけでもないんだけどね。まあだけどまあね、ああいうロールプレイっていう形で出すっていう、ああいうのは面白いかな。でもなんかその なんかさっき浅さの谷って言ったけど、なんか逆にあのペンローズ的になんかすごく究極的に突き詰めていくアプローチの照度というか、あのスコーチトランド、何も生み出さない感じっていうのもあるわけなんで、はい、何なんですかねそれね、難しいですうん、ペローズがそのバイオロジカルなメカニズムには全く、まあ、興味がないからマイクロチューブルに騙されちゃってるわけなんだけど、うん、何なんだろうな。いやだからまあその論文では結局そのビトゲンシュタインがプライベートランゲージで言ってるように、なんかコンシャスネスってヒドゥンでそのプライベートだから、なんか、あのそこに対して議論することは意味ないからっていうところで見える、意識があるより見えるっていうことにフォーカスしてるという、コンセプチュアル なんだろう、前提としてはそういう論を、まあ、俺がなんかのねシラスとかで展開してたプライベートランゲージ論って、あの、はい、どっちかというとあの全くコミュニティを前提としない、あの AI のインテリジェンスが爆誕したときにその言語は誰も理解できないっていう、だからコミュニティなく、だからインテリジェンスってコミュニティ前提なのかどうかっていう観点からちょっとあれは言ってたんですけど、だってほらアルファゼロとかだって別になんか人間のインストラクターいなくても勝手に学習してセルフプレイでなんかできるじゃない、だからセルフプレイを通した言語の誕生という意味でプライベートラングジっていう意味で言ってたんで、ちょっとそのアーカイブの論文とは違う、違いますね、違う感じがしますけども、はい、まあでもビトゲンシュタインがなんか引き出される感じってのは分かるよね。そう、それそこが僕はちょっとまず嬉しかったんですよ。ビトゲンシュタインってさタコのことなんか言ってんのかな、何だったかけど、なんかその意識があるないとかセンチエンとかどうかっていうことについて、うんうんうん、の論は確かそのフィロソフィカルインベスティゲーションの中でされてると思うんですよね、ビトゲンシュタインが。だからそこを参照、なるほど、だ僕はちょっと今の LLM 伝統的な分析哲学、うん、心の哲学から捉え直すってことと、まあ、そことはまたちょっと違って、うん、ビトゲンシュタインの言語論から見るっていうのは、まあ、僕は先生がその最初にされてるのを聞いてすごく、なるほどな、ちょっと面白いね。まあ、いずれにせよあのまだまだ議論すべきことたくさんあるということで、もうちょっとで着くんですけど、これからピボットエクストリームサイエンスの収録現場に行くんですが、ピボットについてはどういうこと？いやもう毎回必ず見させていただいて、面白いですよね。はい。なんだろうねあれ。いや本当に日本の X フィード。竹下隆一郎君については何か言いたいことが。もともとあの記者。朝日新聞とかの方なんですよね。そうですね。ハフィントンポストの人ですが。いや。そう竹下さんあのこれからエクストリームサイエンスありますのでぜひそちらも見てください。この、動画のおそらく、1000倍くらい見られあっちの方が見られてるんじゃないかと思いますがということで、以上でございます。